ISA 留学やホームステイで選ばれて50年以上。これかな。海外の留学や。ああ、この着信音、コンピューターが勝手に返事しようね。何か、通知が来たとか思ってるでしょ。これもともとさん。次はウィキペディア。ISA のウィキペディア。海外留学も税金や。ああ、そう、その話あったよ。昔もそれで話、いろいろ話してた。海外留学ほど悪いものはないっていう話になってる。当たり前や。見てみろ、出てきた。これ2014年って書いてるけど、もっと前がある。ここにも嘘が混入されてる。ごまかすしょ。自分たちは、それと関わってないっていうことにしたかった。2003年かそれぐらいか？違うね。もっと前がある。やたらと寄付金求めてきよ。出さんで。Google がなぜならエロ業界で組んでたんだからな。そうじゃないって言うんだったらなぜ Google からエロ業界のところにアクセスできるようになってる？昔もこの話や。で、ツイッターが X に変わった。大量解雇。もっと前も。やっぱりまあ責任のもとは Google。マイクロソフトのビル・ゲイツさんがなぜ長者番付で1位だったか。ソフトウェアだったから、我々はエロ業界とは組んでなかったっていうことが証明できたからじゃないか。多分 Google じゃ逃げる。だからよ。昔もこの話や。20歳ぐらいの頃ですよ。1998年や。ちょっと台本2号の様子見てみましょうか。台風2号は熱帯低気圧になりました。まあ、風に関しては、威力は全くなかったので、最大瞬間風速が17メートルとかそれぐらいだったので、まあ、あとは、まあ、この辺りの地域でしたけども、この辺りかな。まあ、その近辺の国がどれぐらい水不足だったかどうかとか、まあそういうふうなところによるものなので。あとテレビの気象関係に関して海外のフェイクニュースがだいぶ混ざってるんで、あんまり信用しなくていいですよ。大干ばつだのなんだのって。本当だったら、喋らしたい。淡井圭介とその人間、出演者は。現地にいる人間。右手上げて、左手上げて、それでわかる。2024年何月何日って。これが元々の台風2号です。まあもう、もうこの辺のところで、だが17メートルとかそういうの。
まあ、大砲の消滅のさせ方っていうのは、もともと淡井圭介がしっかりと公開しているものであって、まあ今や、この時に、ちょっとだけ、もうちょっと、勢力は一時期、25メートル、最大瞬間風速25メートルまで8メートル分ほど上がってますね。最大風速は18メートル。で、まあこの名前とかいろいろ意味あるみたいですよ。今やまあ風力発電が世界中にありますからね、台風から風取って風力発電のそばで風吹かせといたらいいと。まあ、その辺が台風消滅とか台風に関する防災の仕方の上手い人間とそうじゃない人間の違い。先にその方法はこの間台風1号の時に言っておきましたよ。実力主義や。実力あるかないかや。実力もないくせに。癒着家系で一般人から金巻き上げを取った連中、許せる話と許せん話がある。その中でその一件が済んだ時に、その後か世界各国のトップになる人間は誰がふさわしいか、それが決まってくる。天皇家とか王室のあるところは話は別だけども、政治一般的な部分で、まあ日本で言うと総理だとか、私も50代ぐらいの人間じゃなかったら無理や。もう60歳超えの人間とか選んだらあかん。